素晴らしいと思いました。それだけですか。年末見据えて今日歌いました。そうですか、ええ、紅白でお会いしましょう。君と僕の空、僕らだけの空、今夜最高の世界、隠れてちゃいられない。圧巻のパフォーマンス、ありがとうございました。大きな拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。大泉さんの歌って、まあ、どうでした、プロの目から見て。素晴らしいと思いました。それだけですか。いや、ごめんなさい、マイクぶつかして。もっとなんか、あ、後ろも仲間ですからね、私と共に戦った。あ、いや、もう最高です。もうちょっとないですか。なんかね、とにかくオーケストラの皆さんと、はいはい、なんかこう、なんて言うんでしょう、距離を感じたんです、私。そうですか。やっぱりね、なんかこう、なんとなく皆さんがね、なんでこんな素人のために私たちが弾かなきゃいけないんだみたいな。そんなこと言わないでしょ。いや、もう最初の練習の日はもうそうでした。もう私と彼らの間にはもうものすごい溝がありました。そうですか。でもね、やっぱり私のこの熱意、はい、今日もね、はい、私1時間のリハーサルいただいたんです。そうでした。でもね、やっぱりこう最初の時なんかも緊張しちゃって、またライル歌えなくなっちゃった。で、ちょっとごめんなさい、ちょっと15分だけ時間くださいって。そうでした。私また岡崎さんと楽屋に行きまして、はい、楽屋でまた岡崎と練習して、はい、そして15分後にまた帰ってきて。そうでした。そのなんていうかな、私のその諦めない姿勢、うん、私の諦めない、あんまりこれ自分で言う人いませんけど。そうですね。その姿を見て、なんかね、初めて彼らと一体となれたなっていう気がしたんですよ。だから今この人たちは僕のことをね、ものすごく今尊敬してると思う。自分で言う人珍しいですよね、それ。自分で。すみません、でも何を話したいのか分からなくなりましたけど、それぐらいこう最後のね、今のライブは一体感あったね。ありました。いや、リハーサルの時は結構直立不動で歌ってらっしゃいましたけども、はいはい、まあ、ご自身では覚えてらっしゃらないかもしれませんが、はい、最高、君と僕とかも、君と僕とかってすごい急にやってましたよ、本番で。楽屋で岡崎さんがそれやりなさいって。もうそれはもう映画館の向こうで皆さんそう思ってるんだから。なるほどね。改めて、はい、この配信とかね、映画館でご覧になってる皆さん、ちょっとありがとうございます。メッセージいただいてもいいですか。いや、本当もう配信でご覧になってた皆さん、ありがとうございます。でもね、私が歌うっていうのは皆さん思ってなかったわけですよね、はい、完全にサプライズでした。ね、出てまたどうせなんか適当なこと喋って帰るだけだろうと思ってたから、おそらくね、だから、まあ、緊張もしなかったと思う。これで私が歌うと思ったら、もう見る人も緊張しますから。だからまだ良かったんじゃないですかね。突然のパチョンパコンと始まって、歌うんだみたいなね。それで良かった。で、この会場に皆さんはちょっと緊張しましたね。これ分かったもんね。あ、これ歌うわこのおっさんってね。いや、会場にもうようちゃんファンしかいませんから。今日ねいらっしゃってますけどね、ようちゃんファンは緊張しちゃったもん。またね、この今回のね、この歌はやっぱりね、私が普段こう好き勝手に歌う歌とはやっぱりちょっと違うんですよね。今までも歌も出してらっしゃる、リリースされたりしてますし、やっぱり私が好き勝手に歌うとやっぱりこうはならない。やっぱこうきちんと指導を受けて、なんかこうちゃんと歌ったんで、だからやっぱりこう より緊張しました。まあ、ただやっぱそれでもレコーディングの時とは今日の生で、ね、皆さんの前で歌うって違いましたか。いや、違いましたけども、やっぱり最高に楽しかったですね。そうですか。そりゃそうですよ。だって私のためにこれだけの人が弾いてるんですよ、はい、最高、もう本当最高の世界でした。これは今年の紅白、司会と歌の二刀流見えてきましたね、これは。いや、もうだいぶ見えてきました。私はもうありがとうございます。来ましたね、これね。ありがとうございます。もう私も本当にもう年末見据えて今日歌いました。そうですか、ええ、終わったらめちゃくちゃ言うことがでかくなってきましたよ、ね、なんかね。終わった瞬間ね。そうです、はい、みんなで行こう。みんなで行こうね、うん、もう倍ぐらいの編成にして。そうですか、うん、かりました。皆さん最高でした。ありがとうございました。じゃあ次紅白でお会いしましょう。ありがとうございました。